どうも、Dコレクションのみちです。先日ですね、ZOZO スーツを着て体型を計測して T シャツとデニムを注文したんですけれども、はい、届きました。実際に着用してですね、サイズがどのようなものか今日は見ていきたいと思います。はい、こちら先ほど届いてですね、まだ僕も開けていない状態なんですけれども、まあ、実際に今から着用してみたいと思います。はい、じゃあこちらを実際に着用してジャストサイズなのかどうか早速見ていきます。はい、実際に着用してみました。率直な感想を言いますと、めちゃくちゃ驚いてます。ふくらはぎとか丈感とかっていうのはジャストサイズなんだけど、ウエストがちょっとやっぱベルトいるなっていうパンツとかって結構あるんですけど、これ本当にウエストもベルトいらないぐらいジャストサイズです。ここまで精度高いかなっていうぐらいジャストサイズでウエストもぴったりです。これはちょっとすごいですよ。先日ユニクロのレディースのグレンチェックのパンツをご紹介したんですけど、あれも正直若干ウエスト余るのでベルトをつけないといけないような感じなんですけど、これ本当ベルトいらなくても下がらないですね。これはすごいです。丈も、ロールアップしてますけど2回というロールアップで済みますし、びっくりするぐらいジャストサイズですね。正直届くまでというか着用するまで絶対でかいやろうと、ウエスト合わんやろうとか丈長すぎるやろうと思ってたんですけど、ここまでジャストサイズでできるものかというぐらいジャストサイズです。これはちょっと本当に驚いてます。シルエットもめちゃくちゃ綺麗で感動しております。生地もですね、非常にしっかりしてて、3800円っていう価格とは思えないぐらい非常にしっかりしてます。ご注意いただきたいのが、計測の時にアプリを起動すると、注意事項とかガイダンスみたいに流れるんですけど、それに従った、計測の仕方じゃないと、ウエスト大きかったりとか、ちょっとこの辺サイズ合わないなっていうようなことが起こり得ますので、計測だけしっかりしていただければ、これだけぴったりなサイズのものが手元に届くのかなと思います。はい、 T シャツも本当にちょっとね、ジャストサイズすぎて驚きを隠せないぐらいの着用感というか、ジャストサイズ、本当にここまでジャストサイズのものが届くのかなっていうぐらいジャストサイズです。計測編から、今回の着用編までちょっと動画をお届けしましたけれども、ご覧の通りジャストサイズで商品が届くということですね。はい、ぜひこれはお試しいただくと感動していただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひZOZO スーツご購入まだの方はね、1ヶ月ぐらいやったと思うんですけど、はい、一度お試しください。で、スーツも計測した自分のサイズで作れるっていうことなので、これちょっと一回やってみようかなと。僕らの体型ってスーツの種類めっちゃ少ないんですよ。ないですよね。限られますよね。一番ちっちゃいサイズってやっぱりバリエーション少ないというか、僕らみたいな体型の方って共感していただけると思うんですけどそういったことも解消されるのかなと思いますので、ちょっとね、これ届くまでは半信半疑やったんですけど、これ着てみるとね、スーツ頼みたくなります。実際にちょっと頼むみたいなと思いますので、そちらまた届きましたら動画でお伝えしたいと思います。はい、今回の動画がですね、少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。